どうも、星出郎でございます。川島英吾さんの時代遅れ、聞いてください。一日二杯の酒を飲み、魚は特にこだわらず、体育が来たなら微笑んで、お箱一つ買うだけ。妻には涙を見せないで、子供に愚痴を聞かせずに、男の嘆きはほろ酔いで、酒場の隅に置いてゆく。目立たぬようにはしゃがるように、似合わぬことは振り寄せず、人の心を見つめ続ける。時代を生んでの男になりたい。人の心を